海と日本。瀬戸内海の海ごみの多くは沿岸に住む私たちの生活から出たごみが川などを通じて海に流れ込んだもの。中でも海底ごみは処理責任が明確でないこともあり、全国的に対策が遅れています。県内でもおよそ325トンものごみが堆積しているとされ、漁業や生態系にも悪影響を及ぼしています。そんな海底ごみの回収分析を行っているのが、海と日本プロジェクト推進パートナー、ダイビングショップブルーブルー代表の広瀬咲さんです。ダイバー歴19年で、4年前に水中からさまざまな種類のごみを陸上に戻すトレーニングと知識を学び、回収する技術を習得。時間の許す限り地元の海で活動を行っています。作業中の広瀬さんを訪ねました。こういった活動を始められたきっかけを教えてください。海の中はすごく綺麗なのに、途中ゴミを見てすごくこうがっかりした気分になるので、少しでも楽しい気持ちを残せるように、拾っていこうと思いました。取った後はすごくこう宝物を見つけたような、すごくこう晴れ晴れとした気持ちになるので、ずっと続けていきたいなと思います。僕も何かお手伝いさせてもらえないでしょうか。じゃあ体験ダイビングで一緒に海のゴミを拾ってみませんか。お願いします。体験ダイビングはダイビングの基本的なルールや注意点、機材の使い方、水中の楽しみ方などを1時間程度教わった後、実際に海に入ります。10歳以上なら誰でも参加可能だそうです。次回、野波アナが海底ゴミ拾いに挑戦します。最後までご覧いただきありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。